2021年なんですけども、今年は結構日本各地で、のみならず、世界各国で地震がこう相次いでおりまして、一番大きい規模でいきますと、アラスカマグニチュード7というね、巨大地震、マグニチュード8っていうね、巨大地震がこうあったりっていうね、ちょっと今年は騒がしいね、感じになりましたけども、今年を総括してみてね、まず、福島県沖地震2月13日、その後3月20日、宮城県沖地震5月1日に宮城県沖地震、そして、8月に入ってきては、茨城県沖地震マグニチュード6というのがありましたね。で、この茨城県沖に関すること、これの続行という形でね、送らせていただきたいんですけども、その後に余震としてマグニチュード5.8というですね、余震にしては規模がかなりでかいものが発生しちゃってるんですね。これどうも熊本地震とか東北地方太平洋地震とほぼ近い、類似されてるようなね、感じがいたしましたんでね、ちょっと危機を、ちょっとね、危機感を募らせています。これは茨城県沖なんですけども、福島県沖地震や宮城県沖地震を、受けて、起きているものと、推定されています。で、この話はまだしてなかったんですけども、この茨城沖地震やプレート境界地震って見ても、いいかなっていう感じですね。深さから見るに、おそらくそうだろうと思います。なので、プレート境界地震って言いますと、宮城県沖地震3月20日、そして、5月1日に起こったのが、あれがプレート境界型の地震ということで、それに近いようなところで起きたのかなと思います。福島県沖、宮城県沖、茨城県沖はね、この日本海溝ということでつながっているというところで、こういったところではマグニチュード7前後の地震にはね、ぜひ注意してほしいとね、私は話しておりました。そのプレート境界よりも、さらに深いところでのね、地震についても、注意をするようにこう促しておりましたけども、まさにですね、マグニチュード6というですね、一回り小さいですけども、そういった地震がこう起きました。ただ、注意してほしいのが、余震としては規模がでかすぎると、マグニチュード5.5以上の地震が、複数回発生しているというですね、極めて異例だと思います。これは熊本地震でもそうなんですけども、2016年なんですけどね、もともとマグニチュード6.5というですね、当時本震と言われる地震が起きたんですけども、その日のうちにマグニチュード6.4というですね、本震と0.1しか変わらない余震がこう起きたと。通常最大余震というのはマグニチュード1を一回り小さくしたのが余震になるんですけども、6.4はさすがにでかすぎると。当時気象庁はですね、余震というふうにお話してたんですけども、本震と余震、前震という言葉はね、私から言うように使わないでください。ややこしくなるとね。そうなるとね、余震とね、今と確かに一回り小さい地震だから、本震よりも小さく済むからっていうふうにね、皆さんお考えなのかと思うんですけども、全くそんなことないんですね。本震よりも上回る地震っていうのがね、結構多数、報告されています。実際に熊本地震もマグニチュード6.5、6.4の後に、7.3っていうね、一回り大きいやつが起きちゃったんですね。これで大きな被害が出ちゃいました。で、東北地方太平洋地震の時にもありました。2日前なんですけども、マグニチュード7前後の大地震がこう起きたんですね。津波も発生しました。翌日、マグニチュード6.9、本震と変われば少しね、開きはあるんですけども、それでも0.5、未満の、形ですから、ほぼほぼ、大きさ、規模的には変わらないのかなと。1違えばね、規模はかなり大きく変わるんですけども、0.4程度、0.3程度ですと、規模としては、一回りではなくて、ちょこっとのね、差ですから、これも規模としては大きかったわけですね。それで結局、マグニチュード9の地震につながってしまったと。だから余震とね、定義するのはね、やめてほしいというのは、そういうことなんですよね。ややこしいんですよね。余震が本震をね、上回ってしまう、そういう状態が、起こりうる場合がありますので、ぜひその辺に、留意していただければと思います。で、マグニチュード6というね、これは中規模地震ですね。中規模地震でさらにマグニチュード、5.8とかね、5.9だとか、そういう地震というものは、これも中規模地震でね、一応私がこう見ておりまして、5.5以上だと大体中規模地震なんですね。ただ、6を超える始める頃から被害地震となってですね、周りに被害をこうもたらしたり、怪我人が出始めたり、また津波の発生の考えられるのがマグニチュード6以上なんですよ。
ですので、この茨城沖については、これ今後以降ですね、この8月に起きたわけですから、まあ1年から、まあ大体そのあたりくらいまではですね、マグニチュード7前後、まあ一回り大きいサイズの地震については、注意しておくべきだと思います。ここ30年以内に発生確率が80%とでね、地震本部では、まあ、一応計算されてはいますけども、さ、み、あの前回の地震が、2011年、4月、3月11日、マグニチュード7.6というですね、大地震がこう起きているわけですね。これは東北地方太平洋沖地震によって、まあ誘発された地震と見ても、ね、構わないかなとは思うんですけども、ただ、この茨城沖地震、この東北地方太平洋沖地震によって、その周期というのは早まった可能性は十分にあります。10年単位で、ね、こう起きている可能性も少なくありません。特に宮城県沖地震や福島県沖地震もですね、10年単位ではなく、まあ、5年単位とか、もうそんな感じでね、周期が明らかに早まっているような気がしますので、マグニチュード7前後の地震というのは、5年に1回起きるような感じで、ちょっとね、周期が早まっているような気がしますので、今後さらに注意しておくべきなんじゃないかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。